スプリヤリ、サプリーヤリ、旧式表記ソプライジャリ、1923年4月13日から1945年2月14日、行方不明は、インドネシアを占領していた日本帝国に対する反乱放棄の主導者であり、インドネシア国家英雄である。この1945年の新聞報道では、国防大臣は、まだ任命されていないとしてリストされている。これは、 スプリアディの尊否が不明であることによる。スプリアディはオランダ領東インドのトレンガレックで日本軍の設置した青年道場の訓練を受けた。1943年10月に日本軍は連合国に退治する兵力の保管としてインドネシア人による軍事組織ペタを設置した。スプリアディはペタに入隊し訓練の後東ジャワのブリタルに配属された。彼は ローム社を監督する任務を負っていたが、ローム社の休場は日本に対する反乱の動機となった。スプリアディはペタ入隊時、商団長の位を与えられた。民族主義の指導者スカルノがブリタルの両親を訪問した時、ペタの将校たちはスカルノに反乱を計画し始めたことを告げ、スカルノの意見を求めた。スカルノは将校たちに反乱の結末を考慮するように言った。 しかし反乱のリーダーであるスプリアディは、放棄が成功すると確信していた。1945年2月14日未明、放棄部隊は日本軍を攻撃し、重傷者を出した。しかし、日本軍は放棄部隊を鎮圧し、首謀者たちを裁判にかけた。6人が死刑を宣告され、残りは3年から終身の禁錮刑となった。しかし、スプリアでは脱出し、 日本軍から逃亡しきったと言われている。反乱失敗の後、スプリアディが再び現れることはなかった。1945年8月19日、独立を宣言したばかりのインドネシア政府の政令により、スプリアディは大統領内閣の人民治安大臣に任命された。しかし、彼は姿を現すことはなく、10月20日、代理大臣、 ムハンマド・スルジョアディックスマに交代された。今日まで彼の運命は不明のままである。もし、スプリアディが大臣任命の時に生きていたなら、彼は22歳で、国の歴史の中で史上最年少の大臣になっていたことになる。スプリアディは1975年8月9日、正式にインドネシア国家英雄と宣言された。これは死後追贈の称号であるため、 公的にその死が宣告されたことになる。ABC、スーターマント、ピアニッシ百231から232、リクリフス P196 ムチアラ、P90 クリブ、P93 サモンジェンタク、P18。ありがとうございます。